秋山幸太はバスケットボール選手である。身長188センチメートル、体重82キログラムで、ポジションはスモールフォワード、シューティングガード、新潟県上越市出身。小学生から競技を始め、上越教育大学附属中学校で2年次前半まで活躍。その後、全国屈指の強豪校である、柴田市立本丸中学校に転校し、 一躍全国区のプレイヤーに、富樫祐樹の父で U-16 男子日本代表アドバイザリーコーチである富樫秀樹の指導を受け、2010年の全国中学校バスケットボール大会で優勝。中学3年の時に U-16 日本代表候補に選出され、その時のアシスタントコーチだった井出口隆がコーチを務める福岡第一に進学した。 高校3年の時にウィンターカップに出場し、U-18 日本代表候補に選出された。高校卒業後に、東海大学に進学、全日本大学バスケットボール選手権大会では2年次に、準優勝、4年次には優勝している。この時、秋山はレギュラーに定着はできず主に、セカンドユニットとして出場している。また、 東海大学在学中の2019年2月には、金沢武士団に特別指定選手として入団し、2018から19シーズンの12試合に出場し、1試合平均7.3分出場、1.8得点0.3アシストを記録した。2019年6月28日に、横浜ビーコルセアーズに入団。2019から20シーズンは40試合に出場し、 1>, 1試合平均は10.6分出場、4.0得点0.4アシストを記録した。2020から21シーズンは50試合に出場し、1試合平均は13.8分出場、3.2得点0.5アシストを記録した。シーズン終了後の2021年6月4日に、契約満了による横浜ビーコルセアーズからの対談が発表された。 日本一を目指す覚悟。ジャパンライム。2019年6月28日閲覧。平成23年度男子 U-16 日本。代表チーム第6次強化合宿開催。チャは2019年6月28日閲覧。福岡、福岡第一、チャは2019年6月28日閲覧。平成26年度男子 U-18 日本。 代表チーム日本代表候補選手発表。ャは2019年6月28日閲覧。1年生から4年生まで全員バスケットで、選手代を退けた東海大5年ぶりインカレ制覇。バスケットカウント2019年6月28日閲覧。東海ユニバーシティメンズバスケットボールチーム。 都会ユニバーシティー・シーガルズ、2019年6月28日、閲覧。T ・秋山幸太、選手特別指定選手契約締結のお知らせ。金沢武士団、2019年6月28日閲覧。秋山幸太選手2019から20、シーズン選手契約締結のお知らせ。横浜ビーコルセアーズ、2019年6月28日閲覧。 ユースフルボイスパート4に ABCD ビーコル期待のルーキー秋山幸太に聞くビーコルマガジン2019年10月23日閲覧54配信ビーコルライブ YouTube 横浜 B コルセアーズ感染ガイド2019から20第2節ウィーアー B コルセアーズ2020から 21https コロンスラッシュスラッシュツイッタードットコムスラッシュ B コルセアーズ ステータス、130計9479兆3569億3942万7840ほど、一2 0 2 0年9月27日閲覧。ありがとうございます。